もラフ思いです。今はですね、僕の近所のある山に来ております。今回はカブトムシ、罠を仕掛けたらどれぐらい取れるのかという検証をしていきたいと思います。バナナ作っていきます。バナナを皮むいたやつどんどん入れていきます。ここにジュースをぶっかけます。ジュースを染み込ませます。酒好きなのかな、カブト。はい、では蜂蜜入れます。入れてきます。もうそれでいいんじゃない。あれとこれです。ではこれですね、また後日捕まってるのか見に行きたいと思います。カブト近づくよ近づくよ、グッドイブニングということでね、夜になりました。大雨の中セットした罠をですね、見に行きたいと思います。いや、これだけ装備してきましたね。必ず捕獲して帰ってきたいと思います。それでは見に行きましょう。まず1カ所目見ていきたいと思います。ここですね。めちゃくちゃジュースの匂いするんですけど、いないですね。あ、なんかアリはいるんですけど、カブトムシはいないですね。続いてここですね。お、なんかいっぱい止まってる。なんかよくわからない虫いっぱいいますね。これちょっとハサミムシみたいなやつがいっぱい止まってますけど、カブとクワガタはちょっと見当たらないですね。これですね。これはどうなんでしょうか。これもいないですね。ちょっとこれにいるかどうかだよ、本当に。あれ、キリギリスがいました。キリギリスとアリとハサミムシばっかだね。結果ですね、捕まえたのがハサミムシがね10匹ぐらいです。あとアリ 2,3 匹がひっついてきたんですけども、今回ね目当てだったカブトムシゲットならずでございます。リベンジしたいと思います。ありがとうございました。獣が出ると怖いんで帰ります。皆さん、帰りの最中に見つけました。まさかここで見つかると思わなかったです。ノコギリクワガタですね、これ完全に。ほら、めちゃくちゃ強そう。もう歯もしっかりしてますね、これ。多分これまだ、さなぎから帰ったばっかかもしれないですね。立派なノコギリクワガタ、ゲットしました。